皆様どうもこんにちは、葵です。はい、というわけですね、今回もパソコンがあるってわけでリアクション動画の方を撮っていくんですけども、今回はミセスグリーンアップル、ナハトムジークのリアクション動画を撮っていきたいと思います。またまたね、ミセスから神曲が出たという噂を聞きつきまして、ね、今回リアクション動画撮っていくんですけれども、去年のレコード大賞も撮ってね、もうノリに乗ってるアーティストと言っても過言ではない、このミセスグリーンアップルの新曲、どんな曲になっているのか早速見ていきたいと思います。全く事前情報見ていません。どんな曲かも聞いておりません。本当にフラットな状態で見ていきたいなというふうに思います。それでは行きましょう。Let's go! はい、それでは見ていきたいと思います。スタート!裏声からスタートや。うわ、綺麗!うわあ、すごい。綺麗、幻想的やね。うわあ、なんか、久々にこんなスローバラードだね。素敵やな。いやー、すごい綺麗な曲ですね。歌詞がね、なんかすごい深いことを言ってたので、ちょっとね、歌詞見ながら考察じゃないけど、そういうのもできたらなっていうふうに思います。この綺麗よね、月が。歌詞の方がね、胸の痛み、喉を伝え、声にならない。夜の帳、優しく痛い。素直でもありたいのに僕らは下手くそに言い切ってる。最後の2行に、日常を生きる上でのもどかしさみたいな、が全て詰まってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。自分がこう言ったら相手はどう思うだろうかとかっていろんなね、推測、憶測があるがゆえに、できてしまうがゆえにね、僕たち人間は。思考というものがあるからこそ、伝えたいこともなかなか伝わらない、声にならない、そういうふうな葛藤やったりとか、痛みっていうのがあるよね。間違いばかりの今日をまず愛そう。素敵な歌詞やな。すごいな、水面に映るのと実際が違うっていうので、自分の本心とそうじゃない部分の
両面を描いてるよね。これまで我慢してた心にずっと留めといた思いっていうのはこんなにあるんだよっていうのをすっごい表現できてるね。高いね。もうね、世界観がすごい。美しさの裏に潜む残酷さだったり悲しさだったり、いろんなものがあるよね。言いたいんやけど言えないっていう環境にいてしまってるよね、この主人公っていうのは。自分の気持ちとか押し殺して今まで生きてきたんだなっていう風な、そんな情景っていうのを感じるわけなんですけれども、その中でね、どれだけ自分を偽ってその愛を欲して生きてきたのか、なんで自分はこんなに恵まれないんだとか愛されないんだとか、そういう風な世界を憎んだこともあるでしょう。ただそんな世界をもまずは愛そうと。深いよね。ここで自分の二面性っていうのを出してるわけ。この矛盾っていうのが本心と建前みたいな感じかな。このね、歌い方聞きましたか？もう一回ちょっと見るよ。この見出したのところのプレスの使い方、どんだけこの主人公苦しんでるかっていうのを伝えているわけ。この1番と2番の歌い方の違いよ。2番ですごい感情が動いてるっていうのが伝わるよね。うわ、すごい綺麗。どんなにね、愛に飢えてても、しんどい日々が続いても、視野を広げてみれば、こんな素敵な世界っていうのは広がってるんだよっていう。あなたを祝福する世界っていうのがあるんだよっていう。それをね、この壮大なスケールのミュージックビデオの中で、もっくんはね、僕たちに教えてくれてるわけですよ。届いよ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。本当にね、ちょっと深すぎて、こんな初見じゃね、なかなか全部読み取ることっていうのはまあ不可能なんですけれども、このミュージックビデオで、この曲で伝えたかったことっていうのは何なんだろうっていうふうに考えたときに、あなたがね、今しんどい環境の中でもがいてる。自分の言いたいことも言えずに、いろんなことを我慢して、しんどくなってしまったとしても、あなたがいる世界っていうのはこんなに輝いてるんだよ。いろんなしがらみから解放されて自分を解き放って、周り見てごらんよと。こんなに輝
輝いてるじゃないかと。この世界っていうのはあなたをちゃんと祝福してくれてる、あなたの味方でいてくれてるんだよって。人間の弱い部分ももちろんそうなんだけど、みんなに平等にね、その優しい光っていうのは届いてるんだよ。その素晴らしさっていうのに気づいて、心を豊かにして、そこに愛を感じて、この時代を生きていこうっていう風な、そんな強いメッセージっていうのが込められてるんじゃないかなっていう風に思いました。これちょっと初見で見るべき曲じゃないな。初見でリアクションできるような曲じゃない。ちょっと壮大すぎるわ。この世界観だったりとか正解っていうのをね、導き出すのは難しいですけれども。だからこそ何回も何回もこの曲を聴いて、このミュージックビデオを見て、この曲の世界観であったりとか、この曲に隠されていたメッセージっていうのを読み取っていただきたいなっていう風に思います。本当に素晴らしいミュージックビデオでした。ありがとうございました。はい、というわけで今回はミセスグリーンアップル那覇友ジークのミュージックビデオのリアクション動画を撮らせていただきました。ミセスらしい壮大な世界観、美しいミュージックビデオ、そこに隠されたメッセージだったりとかテーマ、そういうものをねすごい感じた壮大な作品でございました。ミセスワールドと言いますか、本当にミセスからねすごい学ぶことが多いです。もちろん歌のねテクニックであったりとかそういうものもあるんですけれども、人生を豊かにする上で必要なこと、意識しないといけないこと、いつもね贈り物として届けてくれる温かい曲をもう毎回毎回聴けて僕は本当に幸せです。ミセスの世界観本当に大好きだなと思った方は高評価、チャンネル登録でぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。